しまう現象。英語で言えば、エンジンストール、和製英語では、エンジンストップと呼ばれるもので、エンストはこれらを縮めた日本語であるが、エンジンストップという言葉には、意図的にエンジンを停止させるという意味に使われることも、多い。エンストの原因としてわかりやすいのは、燃料の不足である。MT 車運転時に比較的多い状況として、発進時のクラッチ操作やギアの選択を誤ると、 エンストを起こすことがある。直流電動機などと異なり、内燃機関は低回転でのトルクが小さいため、エンジンが動き続けるには一定の回転数を維持する必要がある。ところが、発進するときなどは車輪は回っていないため、いきなりエンジンとつなぐと回転が遅くなって止まってしまう。MT 車にはエンジンとトランスミッションをつないだり離したりするクラッチという機構があり、 発進時には、ハンクラッチという操作でこれを微妙につないで駆動力を少しずつタイヤに伝え、走り出してから完全につなぐように操作する。AT 社では、多くの車の場合、トルクコンバーターを使うのでこのような現象は起こらないとされるも、高速走行中に急ブレーキ等タイヤをロックさせる、本来の進行方向とは逆方向に動くなどで、稀にエンストする場合もある。 他にもエンジンの点火プラグやエアフロメーターが汚れていたり、バッテリー切れ、エンジンコントロールユニットの整備不良などで燃料調節が狂っていたりするとエンストする。ありがとうございます。